皆さん、こんにちは。ネットベースアナリスト、横田修林です。今日も人工知能 AI について考えていきたいと思います。前からね、ちょっと注目しているものに自販機っていうのがあるんですね。えー、自動販売機っていうのは名前の通り自動で販売する機械なんですけど、まあ、要するに自動っていうのはですね、えー、まあ、そのレベルが低い高いを置いといて、 人工知能 AI が入ってるってことですね。その計算したことができるってことなんで、それがどれだけ賢くなるかっていう問題だけなんですね。それが最近ですね、コカ・コーラさんなんか、<laughs> クガコーラさんが始めたコーコーンというですね、自販機はスマートフォンをかざすとですね、で、それに合わせて、その、好みっていうのがですね、そのスマートフォンの持ち主っていうのがわかることによって、その、今までだったらトータルで何が飲んだってことぐらいしかわからないのに、一人のスマートフォンを持ってる人が、どういうね、あの、ドリンクを飲んでるかっていうのがわかるようになって、 でそしたらその趣味に合わせて、今度は反則をしたりですね、あなたいつも新商品のコーヒーが出たら買ってるよねとか、もしくは自販機側から、その、 スマートフォンにプッシュ通知なんかをして、新商品でだから買いに来ませんかみたいなことが全部ね、自動でできるようになると。そしたら全国どこにいても自販機が搬送してくるってことが人工知能によって自動でできるっていうのはすごいねって話を今までもあの IoT の時にもよくお話をするんですけど、そのね、c o r ンさんが今度コー r ンペイっていうのを始めました。これはコー r e のスマートフォンアプリの中で決済までできてしまうと。<laughs> 今まで、その、料金の回収とか、商品の缶を詰めるとかっていうのをやっていたのが、料金の回収がいらなくなるんですよね、デジタルになると。そして、あの、100円玉をね、今まで本当僕も、本当にお金を使わないで、その、ほとんどね、電子マネーとかカードで買い物するんだけど、自販機だけはお金入れなきゃいけないのに、最近駅の方は、あの、スイカ対応になってますけど、駅から離れるとね、 えー、あの、小銭を使う機会があるんだけど、これすらね、もう、あのー、キャッシュレスになるんかなと思うと、すごい時代だなと思いますね。で、えー、このね、キャッシュレスになってね、またね、消費税のね、えー、軽減税率の話もありますし、なんかね、ちょっとすごいことになってくるなって気がいたします。ということで、あのー、この自販機のですね、キャッシュレス化は、 かなり面白いな、というふうに思っています。今ね、1070万人ダウンロードだそうですよ、コークオン。ぜひね、皆さんもね、コークオンのアプリね、入れてみてください。そうすると、その凄さがわかります。ネットビュースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた明日。